はい、人、物、金をテキサスへのループです。今日は、私のロサンゼルスの事務所からお届けしています。昨日10月12日から、15日までアメリカの連邦議会、上院司法委員会によってトランプ氏がこの度連邦最高裁、最高裁判所の判事に指名したエイミー・バレット氏の承認をめぐっての公聴会が開かれます。9月中旬にリベラル派のルース・ギンズバーク氏が亡くなったんですけども、今回のバレット氏は保守派なんですよね。アメリカの最高裁の判事というのはこれ終身制になってまして、一回決まるともう数十年にわたって職務を続ける形になります。で、今回のバレット氏が承認されると、9人の判事のうち6人が保守派、リベラル派は3人になってしまうので非常に保守派が強くなるということで、昔のブログでお話ししましたけども、テキサス州はバリバリ保守派の判事が多いんですよね。実際最高裁で争われているケース、例えば公的健康保険であるとか、中絶をね、妊娠中絶をめぐる法案について、こういったのは全てテキサス州から最高裁に上がっています。実際今のテキサス州の、知事であるグレッグ・アボット氏ももともと州の司法長官だったんですけども、彼もですね、彼のその時の仕事は出勤して、連邦政府に対していろんな訴えを起こして、それから帰宅すると言ってたぐらい、とにかくテキサス州は保守派っていうのを押し通そうとしてるんですけども、今回、バレット氏が、判事になるとですね、これから長いこと保守派が強くなるということで、テキサス州に与える影響も多いという話です。ただテキサス州も、どんどん、いろんな州から人が増えているので、民主党支持の人も増えているのでね、これからどうなるか分かりませんけども、今はまだ共和党が強いという話をさせていただきます。